2019明治安田生命 J3 リーグ第16節です。この時間は笑顔健康スタジアムから首位ロアッソ熊本対勝ち点差9で追うカターレ富山の一戦、皆さんにお伝えしていきます。 J2 に向けて1点でも勝ち点を積み上げたい一戦です。それでは両チームのスターティングメンバー、改めてフォーメーションとともにご紹介です。ゴールキーパー山本海人です。ディフェンス4バック黒木、鈴木、小笠原、高瀬、ダブルボランチ上村、今日は村上が入ります。右に中原、そして左に八久保予想、そして2トップは伊藤俊と北村が今シーズン初めてコンビを組みます。アウェーカターレ富山のスターティングメンバーもフォーメーションとともにご紹介していきます。ゴールキーパーは太田です。今日も3バック予想します。ダイ、ルーカス・ダウベルマン、そして今瀬、ボランチの位置には薄井と花井が入って、右に白石、そして左に前島、シャドウの位置に佐々木陽次、そして伊藤優太、ワントップ田中を予想しています。今瀬のロングフィード、頭で落としてから伊藤優太、佐々木陽次が来た、佐々木陽次右足、ナイスキーパー。ここは山本海斗、その後ミドルシュート狙っていきました白石、しかしここは高瀬が身を挺して防ぎましたが、よく守りました山本海斗。直接来るか、その後のこぼれ球29番の田中も狙っているでしょう。ないか、伊藤か、伊藤優太蹴ってきた、ポスト。伊藤優太の素晴らしいフリーキックでした。しかしポストを叩きました。体入れ替えて、ここはボールが入ります。伊藤からスペースにボールが出た、ヘディング、最後は北村、早いカウンターから伊藤俊から、最後は北村でした。高さでは分があるカターレ富山、花井、そしてルーカス・ダウベルマン、今瀬は180センチを超えています。キッカーは伊藤優太、奥狙う、こぼれて押し込んだ、先制は富山、決めたのはルーカス・ダウベルマンです。後半の立ち上がり先制は富山、これで0対1。今のシーンです。セットプレー、高さで勝るカターレ富山、こぼれ球足元に来たルーカス・ダウベルマン、富山先制、これで0対1です。今瀬から最後押し込んだのはルーカス・ダウベルマンでした。小笠原、黒木はここは中山、左足うまく流れてきてシュート打つ、最後はシュート打っていきました。詰めていった八久保です。抜けた高瀬、中に入れます。さあ出てきた三島、トラップ、ボックス内近く落として左足押し込んだ、決めた、同点、決めました伊藤俊、帰ってきたこの男がこぼれ球結果を出して、これで1対1。変わった三島、こらえて最後は飛び込んだ伊藤俊です。まずは三島かいくぐって八久保、こぼれ球最後は伊藤俊、右足投げ出して貴重な同点ゴールです。アクロバティックなプレーで同点ゴールを奪いました。上村、右、高瀬も上がってきています。前線高さのある三島もいますが、ここは薄い、あ、まだだ、低いグラウンダーのクロス、チャンス、左足決めた、勝ち越しは熊本、最後は中山雄斗です。今シーズン初ゴール、途中交代起用に応えた中山雄斗、中山雄斗が決めて、これで勝ち越しです。最後は左足、伊藤俊からのボール、冷静にゴール、
キープ、白石から出たボール、谷奥中に入れてきた、鈴木跳ね返します、ボックス内上げてきてヘディング、これはしかしクロスバーの上です。最後は前島、今瀬中入れる、太田曲がってきている、ヘディング跳ね返して、あ、まだ笛は吹きません、花井下げて、太田も上がってきて、ラストワンプレー、山本海斗かき出す、まだある、狙ってきた、これはゴールには入りませんでした。そして試合終了のホイッスル、今ここで長い長いホイッスルが吹かれました。逆転の熊本、 J3 リーグ今シーズン全チームの中で初めて10勝目をマークしました。